ちょっと見せてもらってもいいですか。はい、チラッと見せてもらっていいですか。これ違う違う。ザッ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 。今日何やるんですか。今日は、はい、まあ、車の前にいるってことで、はい、ちょっとこの今日ね車をちょっと塗装していきたいと思います。俺のやそれ俺のや。あ、違う違う、まあ、今度ちょっと足場じゃなくて、まあ、外壁塗装するっていうことで、はい、まあ、後ろに見えると思うんですけど、はい、まあ、ここのマンションの、はい、まあ、足場のね、まあ、現状、はい、でかいですね。だいぶでかいね。結構何階建てですかこれ。これが今 1,2,3,4,5,6,7 階建て。7階建て。そう、相当でかいですね。7階建てなんですけど、はい、ただ僕今日失敗したのが、はい、巻き尺忘れて。巻き尺ってすごい、あの 30m とかあるじゃないですか。ありますね。あるんですけど、はい、それちょっと忘れちゃって、はい、まあ、1人でできないんですけど普段だったら、はい、まあ、普段巻き尺あれば1人でできるんですよ、はい、まあ今日まあ2人おるってことで、まあスケールこんなでっかい、じゃあ急遽ですもんね。本当急遽こんなでっかいマンションのね、スケール、はい、しかも 5.5m 足りるかバカ野郎ってちょっとまあスケールでちょっと測っていけたらなと思うんで、まあ、スケールの方が正確だからね、2人おったら。そうですね。ちょっとまあ現状の方やっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、レッツゴー。まあ足場ってすごいなんか、まあいろいろね、はい、ほんと細かい部分まで見なかったんですけど、はい、なんちゅうんかな社長まあこういうとことかね、はいはい、まあ、基本的にまあ僕らはもう、まあ、300以内ぐらいです、はい、まあ大きいところ組んでって、まあ離れはもう100以上。300以内って何ですか。と離れですね、足場の離れ、はい、内柱から30センチです。30センチ。ミリで計算すると30センチってあれじゃないですか。そうですね、300ミリじゃないですか。で、まあ、職人とかってもう基本的にもミリ計算になるんですよ。あー、もうそのミリ単位で分かる。300とかさ、はい、ね、分かります分かります。基本的にはもう内柱から300以内ぐらい。逆にまあ100以内とかだったら、はい、柱を真ん中に持ってくるともうローラーが入らんすよね、あの太いやつとかだと。塗装用のローラーが、ね、ですよね。なんでも基本的にはもう200から300の間。あ、ベストですね、塗装も。ベストぐらいじゃないですか、やっぱり、はい、まあやっぱね、ちょっとでかいゼネコンとか行くと250以内とかあるけど、はい、うん、だまあ職人がでもほんとこれぐらいのやつ塗りやすいっていうんだったら、まあそれにね、越したことはないんだよ、はい、やっぱ塗装するんで、まあ、基本的には300以内。離れが300ですね、離れが壁から300。今日バインダーも忘れてね、もうやらかしまくっとるけど、はい、それノートですかこれノート、ただのこれ。ちなみにあの、なんかさっきちょっと読んでましたけど、僕勉強してるんですよ以上こうこうちゃんと書いてあるんじゃない、いっぱいちゃんと書いてある。でまず最初に僕の場合なんですけど、はい、まあ、この形を書くんですよ、はい、ちょっとバインダーがないんで、ちょっとすいませんね、しゃがんで、はい、ちょっと見にくいところ見せて申し訳ないです見にくいところ僕の顔もまあまあ見にくいですけど。そんなことないです、ね、まあ、映像で映ったらちょっともうちょっとマシになるかなって僕自分で見とるんですけどね、はい、全然マシにならんすわ。なんか言ってよ。これミッチファンタイムですよこれもうざっとなんで、はい、こう来て、はい、上から見た図ってことですね。そうそう、上から見た、あの平面図っていうのかね、はい、そう、平面図を大体書いて、それで寸法をポンポンポンと取っていくんですけど、はい、今こう書いて、はい、正面からまあ右左でね、3面をこうやって書きましたね。3面書いて、はいはいはい、あと裏書いて、もうそこから寸法を、拾っていくんですよ。ちょっと見せてもらってもいいですか。え、チラッと見せてもらっていいですか。これ違う真面目なところだちらっと、はい、これ3面こんな感じですね。あー、はいはいはい、はい、こういう風にもうこういう出とかも出来は測りたいんですよ。あー、配管のですか。そうです。じゃないと例えばじゃあここの離れを、はい、じゃあ200で来ますって、まあ、職人が勝手に解釈して来た時に、はい、200だと絶対当たるじゃないですか。そうですね。なんでまあこういうところも後できちっと拾っていくんですけど、はい、なんでまあこのアーチもね結構難しいんですよ。こう、あ、こうやって曲がってる、こう曲がっとるところってこう斜めに組むわけに、まあまあ組みはいいと思うんですけど、はい、クランクして足場、はい、クランクってこういうことです。こういうことです。こう曲がったりそこですることをクランクって言うんですよ、はい、2階がここまでなんですけど、はい、そこから中に入って、で次3階の壁があるとかありますね。そういうセットバックって言うんですよ。セットバック、まあ、ベランダとか。へー、勉強になるっすね。それバックバック、髪型も俺のカバンはバックバック。ちょ、すいません、かぶっちゃったね。もう一回ですか、はい、セットバックって言うんですね。はい、はい、なんかあ、ちょっとなかなか難しいな、これなかなか。あ、これが普段だったら巻き尺なんですね。そうです。巻き尺だともうこっちに置いて、例えば、はい、ピッてなんか引っ掛けて、はい、でここからピーって測れるじゃないですか。はい、まあでもこうもう逆にこうアーチになってるんで、はい、もうそういうところやっぱもう細かいところはもうスケールで見た方のが確実ですね。なるほど。600なんでちょうど、はい、でまあこれをちょっとこっちからね、はい、
でここまでが221、221、2210、はい、まあ足す600、2810円。でここ例えばもうこうピッピッって書いて、はい、2810。あ、一個一個これもうやってるんですね。一個一個地面全部測るんじゃなくて、その形が変わるところで区切ってますか、全部。うん、あ、もう区切りますね、それはもう。でここの出とるところはやっぱりこう外に出して組んでいかないといけないんで、はい、なんでもう一個一個ですね。でまたあの30センチ避けるところですね、壁から。そういうことです。でこれが150、はい、で次はこっからこっちですよね、はい、でちょっと手伝ってほしいんですけどピタッともうちゃんとくっついててください。もう職人がかわいそうなんです。もう寸法ずれたら巻き尺持ってこいよってなる。 OK、 はい、まあ、258やね。258、322の258、はい、まあ、こっからこのアーチが5800、はい、この丸いところですね。そう、丸いところ。ザッス、一応終わりましたね。終わりましたね。一応終わって、まあ、こんな感じですね、はい、まあ、ちょっと細かいんですけど、これが全体像ですね。まあ、これが全体像ですね。はい、あ、トイとかフードも全部そうです。で、あと最後に写真を撮るんですよ。で、写真でちょっとやっぱ見比べて、まあなんか、はい、ここがここか、ここがここかっていうのをやっぱ見ないと、はい、写真がなかったら分かんないじゃないですか。想像がつかんですよね。はい、だからそのために写真もちょっと何枚かつけてあげるんですよ。なるほど。とりあえずまあ外観の写真、はい、とあとはまあクランクしてるところの写真とか、はい、こういうところですね。はい、ちょっと写真撮りますね。はい、写真ですね。ちょ見えとる見えとる。何これ、見せてくださいって。建物の写真ちょっとこれ写真みんなみんな、ね、はい、みんな欲しいぞと思うんでね、やっぱ写真はちょっとこれ足場版に載せるんですか。足場版に載せるんですよ、写真を。まあ基本的にパソコンでデータ読み込むときは横なんですよ、はい、パソコンの画面が横向きなんで、はい、でも携帯であの見るときは縦の方がいいんで、はい、もう基本的にみんなあの LINE とかでグループ LINE でその図面とかやっぱその寸法とか載せたりするんで、はい、今回は縦向きに撮ります、はい、まあ、営業のねこういう人たちは多分横向きって知ってると思うんですけど、はい、まあ、元々営業だったんで元々営業だったんでクビになったんですよね。あ、それたらかんやでっかいなこれ。はい、それでは今ね、今回ちょっと幻聴の動画になったと思うんですけど、キャラ違くない。はい、キャラ違くない。はい本当今回まあ、幻聴の動画ですかね、ためになればなと思うんで、はい、まあ、これからもちょっとね最近、まあ、結構真面目な動画がアップしてるんじゃないです。上がってますね。あ、まあ、真面目な動画見たいって人が結構多いんで、はい、これからもちょっとねどんどん真面目な動画ね撮っていきたいと思いますんで、本当にチャンネル登録とね、はい、グッドボタン、グッドボタン、ザッ、また一緒だね。ザッ、チャンネル登録とグッドボタン一緒だった手がで、チャンネル登録はもうこっちから来てますからねチャンネル登録とグッドボタン、はい、ザッまあまあそんな感じで本当にちょっとはい、またこれからも楽しい動画出していきますんで、はい、ぜひ見てください。はい、お願いします。お願いします。また見てね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 。てってれてってれてっ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 て